ロワノエシペダルのキャラクターたちが並んでおります。ロワノエシペダルの作者渡辺丸先生、はい、どうですか、あの今回ね、あのジャパンカップとのコラボレーションということでアニメもスタートしましたけれども、はい、まずこのコラボレーションについていかがですか。はい、あのさん、じゃあロワノエシペダルを書いてます。ありがとうございます。はい、本当にアニメもこの間から始まりました。そうですよね、はい、すごい僕も自分で描いてたキャラクターが実際にその動画となって動いてすごい感動しきりなんですけど、はい、さらにこれをジャパンカップさんの大舞台まで持ってきていただいても僕はもう本当になんか夢心地です。あのね、渡辺先生はもともと自転車が好きで、そこから自転車の楽しみをみんなに知ってもらいたいということで、はい、そうそう漫画を描かれて、はい、そして今回アニメ化にもなったんですけども、はい、アニメさんの反響というのはいかがですか。そうですね、結構いろんな人から、メールとか電話が届きまして、はい、見たよと、面白かったよと、はい、第一話良かったねとか、はい、まあ、実際そのやっぱり、自転車に乗って動いてるっていう映像が、まあ見たときに、はい、皆さんちょっと心配してたのはそのアニメで自転車がちゃんと動くのかなっていう部分も結構あると思うんですけど、まあ、そこら辺は本当にアニメーションの会社の方がすごいやっていただいて、はい、で、ね、実際 その自転車の音とかも、はい、本当のギアの音とかをわざわざ録音しに行ってそれで音を再現してくれたっていうすごいこだわりがあって、はい、ね、僕もやっぱ見ててすごい、はい、しびれましたね。ありがたかったですね、いろんな方に反響いただいて、渡辺先生はジャパンカップには本当に、まあ、ファンとして、はい、まあ、応援団の観戦に毎年来ていらっしゃったということで、はいはい、で、宇都宮の駅に降りれば、はい、まあ、日本のそこら中ですけれども、そのジャパンカップのポスターがあり、ご自身が描いたロワノエシペダルのキャラクターがいて、さらに今回はジャパンカップ、そういう形で応援されて、あと、カレーマンされてましたよね。そうですね、はい、はい、実はそのジャパンカップさんから、今年のポスターお願いしますって言われた時に、一番最初に言った言葉が、書きますので、パレードを走らせてください。あ、それが上級みたいな感じで。そう、あそこ走りたい。そうか、今まで見ていて、憧れだったわけですね、パレードなのが。あそこで手を振りたいなと思って。人生。今日、夢の話してもらいました。おめでとうございます。実際、いかがですか？あそこから人を見た感じ。なんかちょっと道が広すぎてどこ走っていいのか分かんないんですけど、最初戸惑ったんですけど、はい、もう皆さん名前呼んでいただいて、はい、肩とか振っていただいて、僕はもう答えられて幸せでした。もしヒーローのようにね、はい、はい、どれくらい心拍が上がるかというのを心拍計をつけてきました。そうなんです、上がりました。上がりました。上がりました。そうなんですね。さあ、パレードなんですけれども、右京さんもパレードに参加されてましたね。はい、2年ぶりにですね、クリテリウムのコースを走らせてもらったんですけども、渡辺先生が、いやー、綺麗でっていうのが分かって、はい、本当に宇都宮の市街地が止められて、はい、沿道に報道陣の人がいて、ファンの人たちがいて、もうすごい景色なんですよ。鈴鹿にね、日本グランプリで、ピットロードから出てって、F1 マシンで、コースにするときに近い興奮があるというか、だけど、全然ね、僕が前走らせてもらった時は、はい、綺麗な景色じゃないんですよ。パレードやってても今日も話したんですけど、もう時期スタートした瞬間から地獄が始まるっていうのが、あ、それがそうですよね。苦しいっていうのがね、レース前とレースが前とは全然違いますよね、うん、でまた裏でも話したんですけど、はい、あれはもう地獄の瞬間で、はい、池尾さん頑張れって声が聞こえるんですけど、一方通行出口なしでですね、もうどこからも待機とかなくて、はい、もう本当に支柱引き回しの上橋をかかされてね、もう今日もまた出てくださいみたいな時に噛みついてやろうかと思いました。なるほど。まあでも今日はパレードのみ、まあ、もちろんね、監督としてもポジションがありますけれども、ということでじゃあ気持ちよく見れば、そうですね、とにかくこのジャパンカップ
には、はい、ブリッツェンの時に、関わらせてもらって、はい、で自分でも走るようになってで下のクラスから、エリートで上がってプリテリングだけ出させてもらったりして、そうですよね、で まさか、はい、去年はその惨敗で出たかったんですけど出れなくて、川口くんが僕にフェイスブックとかで、はい、楽しんでまーすみたいな、大人の自転車で来てまーすとか、なるほどっていう、そうですね、そうなんです。大人の自転車部ということで、はい、パレードを参加されたんですけど、ちょっとその前に大人の自転車部の活動内容を教えていただきます。大人の自転車部ってフェイスブックがあるじゃないですか。そこで大人の自転車部っていうコミュニティを作ってるんですけれども、はい、誰でも入れて、今2300人くらいの方がいらっしゃるんですけれども、最近このジャージを作ってですね、はい、これが今大人の自転車のジャージなんですけれども、これを販売したところ、はい、120着ぐらい出て、皆さん来ていただいて結構いらっしゃって、で明日からですね、また長袖を販売しますので、はい、皆さんももしよろしかったら買っていただければ。なるほど、そして宣伝でびっくり。でもね、一つだけ言いたいんですけど、はい、去年から僕がいなくて、川口君がこうやってトークショー出てきたりしてて、はい、昔僕が呼ばれてトークショーやってたんですよ。いつの間にか僕がそれでチームやったら呼ばれなくなってて、はい、で川口君がこうやって来てるんですけど、はい、一番最初に川口君の自転車に乗ってたの誰だか知ってます？わかんないです。僕です。あ、そうなんですか。僕の自転車をずっと乗ってたんです。そうなんです。でもその自転車は僕は、はい、ブリッツェンから借りてて、ちさ子ちゃんっていうの、ちさ子ちゃんの自転車を僕が乗ってたんですけど、はい、それをお借りしてたんですね。乗れていいように以前から繋がってるだけなんですけど。なるほど、じゃあ自転車乗りの経験を今日さんってことですよね。でもその自転車のジャージって最近車買い替えたり、はい、自転車売っちゃったんですか。いやどうしたんですか。今日さんの自転車をお返ししました。そのままもらえるのかなと思ってたら電話かかってきてちょっと返してる気があってお返ししたんですけれども。なるほど。まあ、でも元々今日さんにそのちょっと自転車乗ってみないって電話が来て行ったんですよ、はい、そしたら冬の3月の寒い日にいきなり80キロ走らせられて、全然面白くないなと思ったんですけども、そこからハマりまして、で昨年のこのステージにも出させていただいて、で僕が出ましたっていうふうに、はい、フェイスブックに載せたら右京さんが、あれ右京さん去年こちらにいなかったんですよね。だから僕はチーム作って1年目で UCI のポイントが足りなくて来れなかったんですよ、はい、で悔しくてめちゃめちゃ悔しがってたんですよ、ここに来れないっていうことを。でも今日一緒に仲良くあれを参加してたじゃないですか、はい、いよいよ本当にもうそういうトークショーに始まり、はい、フリーテイビングに出させてもらってパレードに来て、本戦2番でですね、自分のチームで、そうですよ、来られて、多分皆さんには分かってもらえないかもしれないですけど、はい、ものすごい感慨深いものがあって、昨日も布団の中で一人で泣いてたんですけど、そうですよね。いや、もうどんなに人は、ちょっと一言言ってもらっていいですか。はい、今日さっきのパレード走られたんですけれども、実は僕が走ってもらえませんかってオファーしたんですよ。大人の自転車部 の中に入って走ってくださいっていうふうにオファーをさせていただいて、非常に最初に嫌がってたんですけれども、まあしょうがないなっていうことで、白戸太郎さんもね、そうですね、白戸さんも白戸も自らですね、僕は走りたいっていうことでお願いしますっていうことで走っていただいて、白戸さんは今回パレードランでスペシャルジャージを作ったんですけれども、それを着てくれたんですけれども、こちらの片山右京さんはですね、はい、このジャージを着ないといけないということで、はい、ジャージを着てくれなかったんです。だからそうです。一応やっぱり、はい、小さなチームですけど、プロチームを目指してて、これですね。ちょっと着てください、これ今だけでいいです。一応ね、着たという事実を、はい。そうですね、アンネーマーチーム今日の監督ということもありますから、いろいろ事情はありますよね。はい、お二人に来ていただきます。ちょっと今日の右京さんの今日のチームのことは後ほど伺うんですけれども、まずクリテリウムの話なんですけれども、クリテリウム先生いかがでしたか今日のレース。いや、もう本当に間近でビップ席に行かせてなるほど、いつもは、まあ、自分で場所取りをして、ちょっとうろうろしながら見させてるけども、まあ、今回はね、もちろんスペシャルですから、椅子付きで見させてもらって本当に幸せですね。なんかいいことづくりで、本当にボールの間近で、はい、選手の
音楽の感じとかも、空気感楽しませてもらいました。さあ、右京さんは先ほどもありましたけれども、選手としてくれてるのが走ってますし、今回パレードも出てますし、そして今回は事務局の監督ということで、監督としては何かどんな感じですか？そうですね、見てて、いろんなステップがあって、出るまでね、やっぱりいろんな試合の TOG の球を出たりして、その前にはインドネシアで BCA パーティーを取りに行ったりして、総合優勝したりしたんですけど、そこにいる選手と、やっぱり今日走ってる選手は、申し訳ないけど、違うんですよね、オーラが。で、おリッチー・ポートが弾いてるよとか、テレビじゃねえんだよなとかと思いながら、やっぱり自分が目指す、こう、F1 に行きますって言って笑われた時と同じように、はい、俺絶対うちのチームでツール・フランスに行きますからとかって言って大笑いされてるのを、でもその出れなかったところからノックしてやっとこう入り口まで来たんで、それでまあ正直言えばクリテリウムはお祭りのうちの一つだと思ってますけど、はい、正直こうああいうすごい選手たちがいっぱいいる中でうまく言えないですけど、めちゃくちゃ悔しくて見てて、絶対にやっつけてやる、今度ここに来るにここも絶対勝ってやるとか、そういうチームにしてやるっていうね気持ちが、やっぱり F1 やってる時もそうだけど、一緒で、やっぱりこうそういう気持ちが強くなるんですよね。なるほど、そういう気持ちを選手たちには結構ストレートに伝えるんですか？いや、恥ずかしくてあんまりそうは言えないですけど、でも、まあ、うちの選手たちもみんなやっぱり今の若い人たちとか、時には言葉にするのがみんな下手だけど、夢を持ったら言葉にしなきゃダメだよ、でそうじゃないと伝わらないし、夢を言葉にしていくことほど強いことはないといつも言ってるんで、伝わってはいると思うんですけど、まあでもそういうようにみんなが少しずつまとまってきて、一歩一歩ですけどね、また去年から今年っていうのは大きいステップを踏んだんですけど、でジャパンプロツアーでね、そのチャンピオンを取っただけっていうのはもう忘れようってね、でもう次に目を向けてもっと大きなジャンプを しようって今みんなでもね話してるので、その準備には追われてますけど、ウヒョさんはね車のチームはありますけれども、車のチームと自転車のチーム、やっぱりこう同じスポーツでも全然こう違うものですか？考え方とか。いや、一緒ですよ。一緒です、何をやっても、モータースポーツでも山登りでも自転車でもやっぱり一人一人の個人技っていうのはそのスキルアップっていうか向上心っていうのがなきゃダメだし、でも最後には一人でやってるんじゃなくて、そこら辺のあの呼吸じゃないけども信頼し合ったり助け合ったり励まし合ったり声をかけ合ったり、必死で死に物狂いでやって、綺麗事はないんだっていう根性があってるのがね、でももうレースでもそうなんですけど、データデータデータで、やっぱりそういうふうには管理されてるけど、やっぱり人間がやってることなんで、その何かを信じる気持ちっていうのがなかったら最初からやる必要ないよっていうね。なるほど。さあ、川口さんはですね、川口さんもモータージャーナリストであり自転車の楽しみも知っているわけですけれども、はい、 その楽しみ方っていうのはどんな感じでこう分けてというか、金、いやいやいや金もうね、本当今右京さん、皆さんね、右京さんが話してるの聞いてはーってすごいいいことおっしゃってたじゃないですか。そうですね、ね、皆さん多分感動したと思うんですけども、一緒に自転車乗りに行くと嘘が食いつくんですよ。どういうことですか？いや、藤野に、ちょっとヒルクライドの練習行こうよって言われて、バーッと走ってきたんですけども、ものすごいきついですね、坂が、13%、14% ぐらいのところを、右京さんはいいですけど乗ってますから、そうですね、くるくる行っちゃうんですけども、僕なんかも全然乗れないわけですよ。でも結構乗ってらっしゃるんですか？いやいや、もう全然乗れない方なんで、で一生懸命もう止まりそうなぐらいの速度で、汗ボタボタ垂らしてると上に行って、一回戻ってきてニコニコしながら大丈夫と言ってすごい楽しそうにいじめて、次のコーナーがあったらもう終わりだからっていうのを10回ぐらい言うんですよ。つづら折りをこう言って、ね、本当に調子が見えるだけで嬉しいじゃないですか。それはド S とかじゃなくて愛情なんですか？
愛情なんですかね。いや違います、すごいね、いじめっ子なんです、実はいじめっ子なんです。今多分舞台の上なんでいい人になろうというところで、でもね、これが本当にもっと時間経った時に振り返った時に、絶対俺の感謝しますよ。そのあの苦しさがあったからそうですね、乗り越えられる壁もあるんで、俺もそうやっていろんなこうあれをたくさんの人に、はい、ね、もらってそうやってきたんで。そうですよね、それは右京さんいろんな試練を乗り越えてみんな弱虫ペダルなんですよ最初は。そうです、ね、作業しますからね、いいところです。作業この人は坂道って言いますね、はい教えてくれましたけども、車はやっぱり楽しみも、意外になんか車の運転が上手なんで、ちょっと勝ちってそうなんですか、ちょっと勝ちってハンドかけちゃってでは、一緒にですね、車のさせてもらうこととかもあって、まあ、一番思い出深いのはスバルのその BRZ、 今回のスバルがスポンサーのジャパンカップでやってるんですけども、スバルの BRZ っていうスポーツカーで、SFT スピードウェイをさせてもらったりとかして、非常にやっぱり運転うまいなって改めて思いました。ちょっと滑ったりとか、はい、そういうの怖くないですか、はい、喧嘩売ってんのかってそりゃそうですよね。とあのモナコみたいに一番スピードが出ないところでも、はい、トンネルの中でちょうど300キロで出てきて、F1 って70メートルで止まっちゃうんで、それでまた、ね、268キロまで加速して、はい、もう5ミリ寄れるかなとかって、ね、2時間近くになってるんですけどすごいでも本当に車やっぱり好きで、はい、先生が実は、はい、とんでもなく車好きなんですよ。あの自分も車を実はスバル乗ってらっしゃる。そうですね、はい、もうこの3人スバルつながりで、僕が BRZ っていうスポーツカー乗ってて、はい、右京さんのチームは、はい、あのチームカーがレガシーで、そして先生がもうレッカーの、はい、僕もレガシー乗ってます。結構車もよくスバルつながって、はい、自転車をポイって乗ってて、ポイって乗ってて、山まで行って練習して帰ってくるみたいな、はいはい、そうなんですね。しかもマニュアルが好きなんで。おお、マニュアルで。そう、さっき舞台の裏でスバルの方に、はい、レガシーのマニュアル出してくださいってすごいなんか真面目に思ったんですけど、どんだけ変態なのかと思いました。マイナーチェンジでマニュアルカタログ打ちしてしまったので、ちょっと僕も買いたい車がなくなっちゃったのでなるほど、出してください、懇願しておきました。そうなんですね。でも先生も自転車のもうかなり練習されてると思います。そうですね、はい、なんかね、普通にもう3桁のキロ走ったりとか、あと強いチームと一緒に練習されたりとかしてるんですよ。実業団さんの方で、はい、一緒に練習させてもらって。すごいですね。ここ3人は一緒に練習はされたことあります。ないです、そうなんですよ。まだ様子を見ててお互いがどのくらいのなるほど、形成し合うんですよ。今間違いなく先生が一番強いです。そこも激しいもんみたいなのがあります。ねえ、絞れてる感じが出てます。ね、してますよね。右京さん、去年までは結構乗られてたんですけど、今年は監督業が忙しくて、はい、割とこう、この辺りがやっぱり気になりますが、現役の時は素晴らしい対処でしたけど、まあ別にって感じ、すぐ絞れるしっていう聞かないんですよ、次の場で言われたくないよね。はい、ということで、今日ですね、実は川口さんから、はい、なんか素敵なプレゼントが伺ったんですが、はい、僕、このためにですね、このジャージの教授に来ていただいたんですけれども、はい、実はさっき、ここに来る前に、コンビニに行って、マジック買ってこようかなと思って、このマッキーをですね、はい、買いに行ったんですけれども、この辺りのコンビニにこれは売ってないんですよ。え、本当ですか。赤は売ってるけど黒はなくてなぜか、多分皆さんがサインもらうために買ってるんだなっていう。それで遅刻したって言うんですけど、ここにビッグマンの端っこが後ろにも入ってるんですね。なるほど。これ限定で20枚ぐらいしかないんですけれども、はい、今回スバルとコラボということで大人の自転車でパレード走ったんですけど、その時のジャージということで、今ちょっと右京さんサインいただいたのちょっと、はい、こちらに入ってます。はい、じゃあそれを1名様にプレゼントするということで、皆さんものすごい数の方がいらっしゃって、後ろの方大丈夫かな、あと投げられるとパニックになりますが、大丈夫かな、皆さん参加したいという方、じゃんけんで参加されたい方、じゃんけん、はい、じゃんけんぽいパーだけ、はい、パーの人、パーの人、じゃんけんぽいパーの人、じゃんけんぽいチョキです、グーですね、グーの人、グーの人ということで、はい、3人残りました。じゃあ、ここで行きましょう。はい、みんな国にかけて、じゃあ、掛け声お願いします。行きます。
てるんです。かなり絵が伸びてます。坂道くんの顔がすごい伸びちゃってるんですけど。